こんにちは、乙武洋忠です。この度1そして0という新刊を発売させていただくことになりました。こちらはなんとアメリカで数々の賞を受賞したという素晴らしい絵本なんですけれども、そちらを翻訳、私14年ぶりとなる翻訳をさせていただくことになりまして、とっても嬉しく思っています。この本は勇気そして多様性といったことをテーマにした本なので、本当にお子さんたちに多く読んでいただきたいなというふうに思っています。みんなみたいに速く走ることはできないんだけど、僕なりに走ることもできます。速い速い速い。レッドが何を言っても他のみんなは黙っているばかりなので、レッドはどん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 大きくなって、もう誰にも止められないほど大きくなったレッド。レッドはブルーだけでなく、みんなのことまでいじめるようになりました。これからみんなで遊ぶところだから、ゼロもおいでよ。8と9が誘ってくれましたが、ゼロはそんな気分になれません。8も9も数えられる数字だから、みんなと仲良くできるんだ。でも、私は…数字や色という本当にシンプルな主人公たちが物語進んでいくので、ぜひ楽しみながら読んでいただければと思います。1そして0、ぜひよろしくお願いいたします。